はいどうももっくんです。今日もね、富士フィルムのおすすめのレンズを紹介していこうと思います。はい、てな感じで今日も始めていこうと思うんですけれども、初めて僕のチャンネル見てくださる方いらっしゃいましたら、写真の情報や機材のレビュー、写真のハウツーなど随時配信しておりますので、チャンネル登録してくださるとすごく励みになります。では早速始めていくんですけれども、今日紹介していく富士のレンズはこちら、じゃーん、 XF18mmF2 のレンズですね。こんな感じで軽量コンパクトで F2 という明るさのレンズで、描写もねすごく気に入ってるので、最近ね持ち出す頻度が高くなってるレンズの一つでもございます。でついでにこちらがね絞りリングになっております。こちらでクリクリ変えますね。で絞りリングの印象で言うと固めですね。なので柔らかすぎてね手で当たって絞り値が変わってしまうとかいうこともないので、すごく安心です。で動画の最後にこの富士フィルム XF18mmF2 で撮影した写真もスライドショーで紹介していくので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。でね、この 18mmF2 のレンズ、実は購入するにあたり僕もねネットサーフィンとかして評価とか調べたり見たりするんだよね。だけどネットの評価はねめちゃくちゃいいわけではなかった。というかね、結構ね悪いことも書かれてた。でこのレンズの良くない点なんですけども、何がねネットで書かれてたかというと、まず一つ眠たい絵だっていうのと、2オートフォーカスが遅い、で3周辺の解像力が弱いってな感じで書かれてたんですよ。でもね僕がこのレンズを迎え入れて結構ね使ってみると、その印象がガラッと変わりました。今ではすごくお気に入りのレンズです。結構ね初めてなんだよね、ネットの評価で結構ズタボロ書かれてて、使ってみてねめちゃくちゃいい印象だなってガラッと変わったレンズは初めてのレンズでもございます。なのでね、このレンズを僕は今日は押していこうと思いますよ。でもこれだけね悪い評価も書かれてると皆さん心配だと思うので、僕がね使用してみていいなと思った点を細かくね説明していこうと思います。まずね、この APS 仕様の 18mm という焦点距離に関してなんですけれども、焦点距離 27mm という画角でございます。で 27mm の画角って正直今まで僕も使ってこなかったので、苦手意識まではいかないんですけれども、どうなのかなと思ってあまりピンとこない焦点距離でもございました。でも使ってみるとね結構スッとね馴染んで、意外と好きな焦点距離になりましたよ。この 27mm っていう焦点距離、スナップにめちゃくちゃ向いてると思うんですね。 30mm よりは広くて、 24mm よりは若干ね狭いっていう中途半端な焦点距離でもあるかもしれないんですけれども、いいこともたくさんあります。ではこの 18mmF2 のレンズに関して僕が良かったなって思うところを説明していこうと思います。では良かったなと思うところ、1、写りがめちゃくちゃ優しい。で写したいところは写してくれて、残りの背景は優しく包み込んでくれてるような、そんな描写をします。なのでネットでねあんまり眠たい絵だとか周辺の解像感があまりないとか書かれてたと思うんですけれども、僕は使ってみてね、それがいい風に働いてるんじゃないかなというか、富士フィルムさん逆にそういう風にわざと作ってるんじゃないかなという印象を受けました。ポートレートに関してもこちらの写真を見てほしいんですけれども、写したいところは優しく写してくれて、背景はね、なんて言うんでしょうかね、本当に空気ごと優しく包み込んでくれてるような、そういう優しい絶妙なバランスで写してくれるレンズです。なのでポートレートにも結構使えますし、スナップにも使えますし、でテーブルフォトにも後で最短撮影距離の話をするんですけれども使えちゃうんですね。いや、このレンズのいいなと思うところ2つ目、ボケについて話していこうと思います。ボケに関してはすごくね優しいボケなのと、ピント面から自然にね綺麗になだらかにボケていきます。で自然なボケの何がいいかと言いますと、背景がね結構ねざわついてたり、結構癖のあるボケ方をすると扱いが難しいんですね。でその扱いが難しいボケを活かして作品にするっていう手もあるんですけれども、カメラ初心者の方は結構難しかったり苦戦するポイントでもあると思います。でこの XF18mmF2 に関してはピント面から優しくなだらかに自然にボケていく印象です。なのですごくね扱いやすいボケかつ繊細な表現が得意なレンズです。僕がこのレンズのいいなと思ったところ3つ目、ズバリ階調表現ですね。
この階調表現の点に優れているんじゃないかなと思ってて、なんかねスナップでも写し取った1枚が物語の中の1ページになるような写りをするんですよ、このレンズ。不思議だな、なんでだろうなと思ってたんですけれども、この階調表現がキーになってるんじゃないかなと思います。こうハイライトもあまり飛びにくく、シャドウも潰れにくくて安定感のあるトーンで写ります。なのでボケの話にも通ずるんですけれども、自然なボケとこのね絶妙な安定感のある階調で 27mm というね絶妙な焦点距離、全部ねトータル的なバランスがすごくねいいんですよね。僕がこのレンズいいなと思う点4つ目、ズバリ価格が安いで、値段で言うと Amazon でねだいたい 46,000 ぐらいで出てますね。こんだけ小型軽量で写りがいいレンズが 46,000 だったらいいんじゃないでしょうか。で、僕がね富士フィルムさんを推してるポイントとして、富士フィルムさんね値段が安くて写りが良くて小型軽量なレンズがすごく多いんですね。なのですごくねカメラ初心者にもおすすめしていますし、僕みたいにねソニー使いながらプライベートはね趣味で写真を楽しみたいなっていう人のサブ機としてもめちゃくちゃいいですし、とにかくね富士フィルムさんおすすめで最近押しまくっております。最後にこのレンズのいいところをあと一つ紹介していこうと思います。最短撮影距離が結構寄れることですね。最短撮影距離が 18cm と結構寄れるので、物撮りですとかカフェでねおしゃれな写真撮ったり料理を撮ったり、結構そういった表現にも向いているレンズでございます。 27mm という広角で F2 で明るいレンズでグーッと寄れるので、結構ね大きなボケも寄ると得られたりします。たくさんいいところ話していったので、このレンズのいまいちなところもズバリ話していこうと思います。ズバリこのレンズのいまいちなところ、オートフォーカスはちょっと遅いです。繰り出し式になってて、結構ねフォーカスを合わせようとするとギコギコギコってね頑張ってる感じがあって愛おしいですよ結構。だけど富士フィルム使ってる人って写真好きな人多いので、このね繰り出し式のなんかギコギコギコってオートフォーカス合わせて頑張ってくれてる感じも愛おしく待てる人が多いんじゃないかなとも思ってるんだよね。結構それがね撮ってる感あって楽しかったりしますよ。何か懐かしい雰囲気です。昔のレンズは結構こんな感じだったんだよてな感じで、このレンズですねまとめますと、すごくね優しい写りをする、で空気で包み込んだかのような優しいボケ味、自然でなだらかな表現、癖のない安定感がある階調で、なおかつコストが安い。なので今の点を踏まえていいなって思ってくれた方は 46,000 とね価格帯も安いですし、こんだけ小さくて小型コンパクトなので、ぜひね購入したら結構幸せになれるレンズなんじゃないかなと僕は思っておりますよ。で余談なんですけれども、前回のねビデオ見てくれた方はわかると思うんですけれども、富士フィルムのね XT4 もね僕購入予約しちゃったので、ぜひね届いたらガンガンレビューしていこうと思うので、今からね富士フィルム使ってみたいですとか、僕みたいにねソニー持ちつつサブでね富士フィルムで楽しんでたりですとか、富士フィルムをね僕より長く愛用されてるね X ユーザーの方、ぜひねコメント欄で絡んでくれたらすごく嬉しいです。てな感じで今日は富士フィルムの XF18mmF2 のレンズを紹介していきました。で最後にお別れで、このレンズで撮った写真もスライドショーで流していくので、ぜひね楽しみにしててください。それではまた会いましょう。じゃあねバイバイ。それではスライドショー。私は